おざます。ピノチャンネルのピノです。今回の動画はですね、ベスト9タイトルホルダー、累計開封ということでですね、1月25日メンテナンス後からですね、ベスト9タイトルホルダー第1弾と合わせて、イベント対決カーニバルの開催がされております。そこでね、累計報酬として S ランクの契約書、ベスト9タイトルホルダー第1弾が出ておりまして、こちらの方もね、累計を終わらせてきたので、こちらを早速開封をしていきたいと思います。まあね、この時期毎年恒例とはいえ、スピリッツがプラス100されて、今回だと4200になって、ベスト9とタイトルホルダーの各、まあ、受賞した選手が、基本的には3段構成で出てくるというような、ラインナップになっておるんですけれども、まあ皆さんね、ご承知の通り、第1弾の方がね、かなり問題になっておりまして、いい方のね、はい、問題になってまして、まあ、かなりね、熱いラインナップになってますんで、まあ、こちらのね、ガチャ回すかどうかも合わせて、累計開封とね、やっていきたいと思いますんで、よろしかったらね、最後までご視聴いただいて、こちらのチャンネル、高評価、そしてチャンネル登録も合わせてよろしくお願いします。それでは、早速行ってみましょう。はい、それでは、ベスト9タイトルホルダー第1弾についてなんですけれども、まず、無課金の方については、頑張ってスルーしましょう。まあ、累計でしっかりと買い引きを決めていくっていう意味でですね。はい。あね、かなり今回、第一の熱いラインナップなんですけども、やはりね、リーグ最強決定戦だったり、リアタイだったり、大会ガチ勢なんかも含めてね、まあ、ここじゃないとっていう選手は、まあ、ステータス的にあるんですけども、ここはね、しっかりと耐えていくべきなんじゃないかなと思います。それでもね、パワーエースの村上様とかね、ギータとか、前頭地の青井さんとかね、まあ、必須級選手も多いんですけども、まあ、ここは頑張って耐えましょう。侍ジャパンにね、グランドオープンも来ますんで耐えましょう。ただし、課金者や、美課金者については、回すなら絶対第一なんです。はい。ラインナップが熱すぎます。ということで、プチ解説になります。さあまあ、ちょっとしたね、プチ解説は、まあ、させてもらったんですけど、そんなことはね、置いといて、累計開封ですね。ベスト9タイトルホルダー契約書第1弾。狙いはもちろん、村上様、ギータ。村上様、ギータでよろしくお願いします。他にもね、青柳選手だったりね、佐野選手だったり、今使い勝手のいい選手非常に多いんで、まあ、まずは、ベスト9の選手。正直、タイトルホルダーからはね、まあ、ライマルぐらいしかちょっと欲しい選手はいないんで、ここほんと超大事ですからね、モチベーション今後に。はい、かなり響くんで、まあ、ぜひとも、村上様、ギータでお願いしますということで、まあ、第2弾、第3弾もね、非常に松井選手いるんですけども、ちょっとピンズドを狙いになってしまうなという形にはなると思うんで、やっぱり第1弾でね、反撃していくことがもう絶対条件ということで、村上様、ギータ、お願いします。くわーマジかー、くわー、中田翔の兄貴ですか。キチいや、マジかー。これはやっちゃいましたね。あ、総略型じゃないだけ言いたい。これ、何を隠そう。バースト被ってるんですよね、ポジション。はい。巨人の中田翔選手はレフトを使えないんで、まあ、どっちにしてもちょっと厳しい結果ですね。はい。ということで、残念ながらピノチャンネルは累計神引きはできなかったんですけども、ご視聴いただいている方はね、ぜひ、この累計報酬なりね、ガチャでしっかりと買い引きできるように祈っております。ということで、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。